室蘭焼き鳥は、北海道室蘭市の豚肉と玉ねぎを使用した、串焼き料理。豚肉を使用するものの関東地方でいう、焼き豚とは呼ばず、鶏肉やもつを使ったものとの総称で、焼き鳥と呼ばれている。室蘭焼き鳥室蘭焼き鳥は、豚製肉と玉ねぎを竹串に刺し、焼き鳥のように焼いた室蘭市の肉料理で、郷土料理とされている。 甘みの強いタレとヨーガラシ、ネリガラシで味付けするのが一般的であるが、塩焼きを指定することもできる店が多い。豚肉の肩ロースがよく使われている。他に、トントロやサガリなど、他の部位を合わせて提供する店もある。ネギマと書かれている場合、豚肉と玉ねぎの組み合わせであることが多い。また、メニューには、レバーなどのもつも選択できるようにしてある店もある。 現在、室蘭市では、鶏肉を使用した全国的に一般的な焼き鳥は、鶏製、鶏製肉と称して、合わせて提供されることが多く、これらも含めて、焼き鳥と呼ばれている。昭和初期、食料増産のために、室蘭では、農家が豚を飼うようになった。1933年頃に、室蘭市の和西では、豚肉の串焼きの屋台が営業していた。 野台種の一人が1937年に、スズメなどの野鳥の串焼きを売り出す、鳥吉という店を開店したが、当初から、豚の生肉とモツを使用した串焼きを提供しており、これが、室蘭焼き鳥の元祖であるとされている。1939年、日中戦争で大量に必要となった文化を、豚側で作るため、養豚が奨励され、 豚側と肉以外は地元で食べても良いことになったことから豚の持つ料理を出す店が増えた。戦後、大量生産に向くブロイラーが導入され、昭和30年代に鶏肉が広く普及するまでは、ほとんどがもつや豚肉の串焼きであり、今でも豚製肉が最も人気のメニューとなっている。室蘭市内で、 54件の室蘭焼き鳥店が存在している。近隣の伊達市、登別市や札幌市など、室蘭市以外の地域にも室蘭焼き鳥の専門店がある。ありがとうございます。